春日神社は、愛知県高浜市春日町に鎮座する神社。旧社格は豪社。高浜の総氏神である。創建連代は定かではない。王子は、天神寺屋根命は大明神さんに、竹三和地命は鹿島に、共通種名は小宮に、姫大臣は古春日に鎮座されていた。この世柱の神を古春日の地に行使し、春日大明神と称した。 県武以降平が相次ぎ、春日神社も陛下に係休気を失ったと伝えられる。永翔年間に鎮座地を今の社地に移した。春日神社は高浜の総宇治神である。古来高浜は十組の集落に分かれ、各組にはそれぞれ鎮守の紳士があって、異なった祭日を持ちこれに奉仕していた。春日神社はそれらの各集落の総宇治神として各組上がって、 これに奉仕し、高市青ぐ最も扱ったことが記録に残っている。大馬島祭り10月の第1日曜日と、その前日の土曜日には、例祭としておまんと祭りが行われている。人馬一体となって駆け抜けていく勇壮な祭礼であり、高浜市指定向け民族文化財に指定されている。おまんと祭りの記録は、今日は3年の高浜村祭礼の由来が、最も古い。 現在は七町が馬を出し、上は、青木町、春日町、沢渡里町、冷田町、下は、壁海町、日町、田戸町となっている。このオマンとの奉納にあたり、8月下旬に七町から、祭礼のシンボルである、新名を出す町が決定される。以後、新名の町は、全責任者である、大目付のもとに、宇治子委員、間の目付、 若歌子頭町が中心となって祭礼が運営される。西三河地方の旧壁海軍及び、下半島の千田湾沿岸地域でも、オマントなどの掛馬の神事が奉納されているが、中でも、高浜のオマントはその規模と和歌手の域において金号にな高く、祭礼には、他地域からも多くの参詣者を集めている。また毎月の第1、第3、第4日曜日の10時より、 月次祭、春祭が取り行われており、その際に、初宮参り、車の交通安全祈願祭、役払いなどの一般二等も合わせて行われている。大戦力地の大狸き境内は、大戦力地と呼ばれる、海抜約17メートルの丘である。1964年に建立された東上焼の、狸き像は、大戦力地の大狸きと呼ばれる。高さは5.2メートル。 胴回りは8メートルあり、胴回りの長さは、等間性の像として、日本一とされる。境内には桜や富士、紅葉、松、日の木、坂木など多くの木々があり、自然豊かである。特に桜は、大仙の千本桜と言われ、毎年ライトアップもされ、桜祭りなども開催されている。また秋にも新日周辺の紅葉のライトアップも行われている。 ありがとうございます。